ユモン、これでいいのでしょうか。天下の馬は曹操を打ち倒すためにも、なのに曹操と図って慶州を取れば。イクソン、今や天下は二分などではない、三分だ。おそらくは諸葛亮の策に我らも曹丕も飲まれつつあるのだ。確かに。そして近郊の用地慶州に打ち込まれた鎖が軍神関羽なのですね。奴がいる限り乱世は収束へと向かわん。裏切りのそしりは受けよう。だが真なき命にとらわれて朽ちるわけにはいかんのだ。ですが、それでは姫様はどうなるのでしょう。殿はご決断なされたのだ。ならば我らは孫悟の明日のため慶州を取るのみ。行くぞ。軍神関羽を討ち慶州を得るのだ。